目標に向かってひたすら突き進む人は尊敬できますが、危なっかしい一面もあるようです。思いが強すぎるあまり邪魔な人を排除してしまう場合があります。特に昔はその傾向が強く、少しでも上の地位に立ったり財産を得たりするために殺人を犯す人も少なくありませんでした。男性のイメージが強いですが、女性にも並々ならないハングリー精神を燃やす人が存在します。今回は歴史に名を残す世界に存在した怖すぎる悪女を集めてみました。こんにちは、ペックです。ニュースを見ていると毎日のように犯罪が起きていますよね。そしてなぜか犯人は圧倒的に男性が多いと思いませんか？凶悪事件を起こした犯人も女性は少ないように感じます。しかし時代を遡り世界に目を向ければ恐ろしい悪女が存在します。それもかなり残虐的で、皆さんの想像をはるかに超えているでしょう。あまりの怖さに寒気がするかもしれません。今回ご紹介する悪女たちもかなり恐ろしいです。一体どんな女性がいるのでしょうか？早速見ていきましょう。1. ラ・ボアザン。ラ・ボアザンはフランスのルイ14世の時代を生きた女性です。中流階級だった彼女は宝石商を営む夫と3人の娘と暮らしていました。その一方で毒薬や性欲を増進させる美薬の発明をしていたのです。ボアザンはそれらを販売輸出して大儲けしたため、派手に散財して上流社会を騒がせたといいます。司祭に疑いを持たれた際には大学の教授たちを味方につけ自己弁護に成功。彼女はそれだけ口が達者だったのです。一体どうやって言い訳したのか気になりますよね。しかし後に同じ毒薬販売者が自白したことから彼女の名前が浮上し逮捕されます。捜査が進むにつれフランス上流階級の中に恐ろしいほど彼女の顧客がいることが発覚しました。かなり名のある貴族もおり、ルイ14世の愛人であるモンテスパン夫人までもが顧客だったようです。彼らもきっとボアザンの口車に乗せられたのでしょう。彼女の悪行はこれにとどまらず、呪いの儀式である黒ミサを行っていたことでも有名でした。そのため魔女という異名を持っていたようです。キリスト教会が黒ミサを行う人を弾圧していたにもかかわらず次々と行い、多くの命が犠牲になったと言われています。証拠が残ってないので具体的な人数は定かではありませんが、1000人から2500人を殺害したという伝説も。先ほど紹介したモンテスパン夫人は黒ミサにも依頼しており、ボアザンは夫人のライバルの死を祈祷したこともあるようです。他にも様々な事件の裏で暗躍していたといいます。彼女は家計によって最後を迎えますが、最後まで自分の罪を認めませんでした。 2. 武則天。武則天は中国の歴史上唯一女帝となった人物です。多くの皇帝が中国に誕生しましたが、女性が皇帝になったのは彼女が最初で最後。男尊女卑がはびこる時代に権力を手に入れたのはその美貌と頭の良さが大きな要因でした。当の第三皇帝は才色兼備の武則天を溺愛し妻にします。ここまでは良かったのですが、正妻の座を狙っていた彼女には邪魔な人物が2人いました。1人は皇帝の正妻である王皇后、もう1人はライバルの小釈妃です。そこで武則天が取った行動は信じられないものでした。なんと皇帝と自分の間に生まれた娘を締め、子供のいなかった王皇后の仕業だとしたのです。これによって王皇后を蹴落とし皇后の座にのし上がります。権力のために自分の子供をなんて引いてしまいますよね。さらに前皇后と小食費を鞭で何度も叩いた上に手足を切断し骨まで酔わせてやると言って酒壺に投げ込んだと言います。こうして実権を握った武則天は病弱な皇帝を陰で操って政治を行いました。自分の子供であろうと反抗する者は抹殺し、密告などによって反対派は徹底的に潰したと言われています。そして690年に国号を周に改め、ついに自らが皇帝に君臨したのです。病気で衰弱して退位するまで独裁政治を横行させました。 3. エリザベート・バートリー。エリザベート・バートリーは16世紀から17世紀の初めを生きたハンガリー貴族の女性です。エリザベートの一族には悪魔崇拝者や性の欲望に依存している人など精神的に異常な人物が多くいました。その要因は近親婚を繰り返したことだと噂されていたようです。その影響を受けたのか、エリザベートは
地の伯爵夫人という異名を持つほどのサイコパスでした。彼女はハンガリー貴族と結婚し6人の子供の母親になりますが、数えきれないほどの不倫をしていたといいます。残虐性も強く、持病の頭痛が起きるたびに使用人を虐待し、その悲鳴で痛みを和らいでいました。その精神異常は年々悪化していき、夫が亡くなると本領を発揮し始めます。不倫を繰り返したエリザベートですが、44歳で未亡人になると寂しさに打ちひしがれました。そして避けられない老化に恐怖を抱くようになります。そんなある日、粗相を犯した召使いの女性を拷問した際、返り血がエリザベートの血に付着。血を拭った時、その部分の肌が白くツヤが残り、若返ったかのように見えたそうです。これをきっかけに狂ったように若い女性の血を欲するようになり、殺害を繰り返します。召使いの女性だけでは飽き足らず、領地からも少女をさらうように。彼女にとって血を手に入れることが最大の目的でしたが、女性たちの苦痛を眺めることも好んでいたようです。また女性たちの乳房や性器に異常な執着を示し、切断していたという証言もあります。現在の精神科学の分野では、エリザベートが異常性癖の持ち主だったと主張する専門家もいます。その後捜査が行われた結果、650人から700人にも及ぶ犠牲者のリストが城から発見されました。すぐに彼女は逮捕され裁判にかけられますが、上級国民という武器で死刑を免れます。一方、彼女の共犯者たちは打ち首や火炙りの刑にされたようです。これおかしな話ですよね。エリザベートは1日1回のみ食事と水が与えられる独房に入れられますが、それでも3年半生き延び、54歳で亡くなりました。彼女は常に血を欲していたことから、吸血鬼と同化する伝説が生まれたといいます。4. チャン・ノックス。チャン・ノックスは朝鮮史上最悪の悪女と言われています。もともと彼女は奴隷身分の出身で、結婚して息子も産んでいました。しかし成り上がりたいという欲望を叶えるため、夫と息子を置いて家出します。チャン・ノックスには妖艶な色気があったため、朝鮮王朝十大王のヨン三軍に気に入られ、早速胸中に招き入れられたようです。今も昔も外見のいい人が得をするのは同じなのかもしれません。すぐにチャン・ノックスはヨン三軍の側室になり、胸中で好き放題していたといいます。倉庫の財宝を勝手に自分の家に運んだり、王家のお金で自分の派手な装飾品を作るなど、国家の富を私物化。ヨン三軍も横暴な政治を行っていたので、彼女をさらにつけ上がらせました。二人の浪費によって朝鮮王国は破産寸前になり、民衆は高い税金がかけられるようになります。これだけでも十分人々から恨みを買っていたチャン・ノックスですが、他にも様々な悪事を働いていたようです。自分の豪邸を建てる際は、もともとあった人々の家を壊して無理やり建てるという暴君っぷりを発揮、自分の服の裾を踏んだという理由で宮女を打ち首にして晒し者にしたり、逆らう者は片っ端から処刑していったといいます。しかし国に不安を抱いたトップの役職たちがクーデターを起こし、ヨン三軍は王の座から追われ離島に流されます。チャン・ノックスは打ち首になり、その遺体はしばらく晒されました。多くの民衆が彼女の遺体に向かって唾を吐いたり石を投げたそうです。その石が多すぎるあまり、遺体が見えなくなって石塚ができるほどだったと言われています。彼女がどれだけ恨まれていたかを物語っていますね。 5. サロメ。ユダヤ王子の娘として生まれた彼女は、男を破滅させる女の代表格と言われているようです。ある時、母とその異母系であるアンティパスが不倫関係にあることをヨハネという人物に咎められます。後日サロメは叔父であるアンティパスの宴に呼ばれ、見事な舞を披露しました。アンティパスに褒美に何が欲しいか聞かれた彼女は、ヨハネの首と答えたのです。アンティパスはすぐに部下に命じ、ヨハネの首をお盆に乗せて持ってこさせたといいます。不倫関係について周囲に漏らされるのが怖かったのか、咎められたことに腹が立ったのか、真相は分かりませんが、完全にやりすぎですよね。ヨハネはイエス・キリストにキリスト教徒になるための儀式を施した人物で、かなり徳を積んでいたようです。そのため、そのヨハネを殺害したサロメは悪女中の悪女として人々の記憶に残ることになります。このエピソードは絵画や演劇の題材にもなっているようです。サロメ関係の絵も多いですが、具合が悪くなりそうな内容なので、気になる方は心して見てください。ということで、今回は世界に存在した怖すぎる悪女を見ていきました。想像を絶する怖さでしたね。あまりの残虐さに引いてしまった人も多いのではないでしょうか。
か、他にも皆さんが知っている怖すぎるといった世界に存在する悪女がいましたら、ぜひコメント欄で教えてください。それでは今回の動画を終わります。最後まで見てくださった皆さん、ぜひグッドボタンよろしくお願いします。次に見てほしい動画は、これ。